はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。ベントでございます。はい、今回も、素敵なモンスター、カシスオレンジ、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。よっしゃー、やっていきましょう。前回は、ニラシティのニラジムを、攻略して、なんか、次のね、ジムに行かないのみたいな話、なんか謎の女の子に、言われたのよ。じゃあ、ここにいた。やつもいなくなったんで行きましょう。で、さっきなんか伏線みたいな感じでね、なんかハンサムとかいうなんか悪い感じのやつが、なんか、ギャラクシーだけが手に入るのも、時間の問題かとか言ってるんですけどね、なんか伏線ですかね。なんかアイテム落ちてないかな。お、来た来た。良い飲み薬。いい傷薬みたいな言うの。いい傷薬じゃん。まあ、経験値はね、どんどん稼いでいきましょう。むそれは醤油バッジ私におこし、あなた、男の人から通ってきたってことは、普通に、ニラジム行ったんじゃないですか。これはなんだ、なんか、石ポケモンっぽい。水ポケモン。いや、硬いな、結構硬いぞ、これ。かわすやるな、こいつ。竜巻旋風脚結構強いぞ。おっとやばいぞ、これは。これは苦戦するぞ、これは。惜しいところだったのに。ね、ちょっと待って、これは苦戦する。やばい。やばいやばい。これかなり苦戦しますよね、これ。この調子でいったら、多分、俺、普通に負けるぞ。ちょっとお姉さんにお世話になるかな。よいしょ。行きましょう。セーブして。よっしゃ。これ走れないのがね、やっぱね。さすが RPG 作る。おっと？で、これはかわいい。体がな。体があったら俺欲しかった。欲しかった、これは。ね、粘着液。これは倒せるかな。硬いな硬いな、これ。硬い、これ。毒なり、やばいやばい。良い飲み薬、そういうバッチ。え、おっ、これでいきましょう。もう倒そう。吸収！やばい、強いぞ、こいつ。やばい、待て。危ねえ、危ねえ。こいつ強いんだけど。めっちゃ強いんだけど。バリ強いんだけど。めっちゃ強い、これ。めっちゃ強いわ。ちょっと、ここで、こいつさん大丈夫。おーっと一発強え。やるじゃん道具、いや、ま、ね、これね、ケッチー、この僕にはね、やっぱね、いつもね、まあ、ゲームアドバンスや DS で発売されてる方のね、なんか、ステモンのパクリもね、なんか、ステモンのパクリも、よく俺、傷薬使わずに、センターにね、行って、回復してましたね、いつも毎回。まあ、そこはちょっとお金をね、絶対なんか、後々お金使うときは来ると思うんですよ。だから、あと少しでレベルアップですね。そう。だからちょっと、貯めておこうかなって。いざというときに、事務制のとき必要ですからね、どうせ。ここで、乱用していったら、ちょっとね、もったいないと思うから。よいしょ。こいつは余裕だね、もう。おし !9 レベル。うまい。うわー、まだ、10レベルの道は険しいな。うわー、こいつは逃げよう。こいつは逃げよう、マジで。無理。あいつ強いもん、なんか。硬いし、強いし。おっと、これはジュラリング。新しいポケモン。なるほど、なるほど。見た目はまあまあまあ、なんか、あれですね。いますよね、なんか、こんな感じの敵が。その進化系かな、もしかして。はい。
自ら勝負を仕掛けてくるなんてよっぽどの自信があるんだろうね。うんと、これはでもないです。散歩中のマサオが勝負を仕掛けてきた。これなんか似てますね。でも色が違う。まあ、そんな強くもないですね。いけそうです。なんとなく、なんなくいけそうです。おしよし。まさか負けるとはね。よいしょ。散歩とかは全然しないな、ほんとに。こいつは一発。よし。なんかレベル上がったから攻撃力も上がってますね。お、桃ゼリーゲット。やったね。桃ゼリー高いからね、いいんですね。やっぱ。短パンこそ、修行の成果を見せてやる。3秒で終わらせましょう。3、2、1。よし、3秒で終わらせちゃったし。危ね、危ね、回復、回復。回復、回復。回復、危ね。危ない、危ない。あ、2個使っちゃった。うわ、最悪、もう、2個使うとか。これは、捨て物の技で切れそう。え、でもこれもないからな。んー、これはこれさすがに突っ込ませてくれよ。これ、星のなんか星の丸いやつだよね、これ。なんか、スマッシュブラザーズとかにも出てきたよね、これ。なんか吸い込む人だよね、これ。ね、いろんな技、吸い込んでいろんな技使っちゃう人だよね、これ。顔がそうなんですけど。哀れんって。あ、人は哀れんでるような目だから哀れんかな。よし。美味しい。これはなんか岩タイプだな、絶対。音？山登り準備は OK か？これは岩なだれ。さっきのやつだね。ジムで、いましたね。よし！危ねえ。危ねえ。冷や汗かいた。大丈夫そうだな。はい、ありがとうございます。セーブしときましょう。危ない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 、本当に。ここはどこだ。お花見山。ここから先はすごく強い捨て物がたくさん出てくるから、2匹以上の捨て物を連れていかないと通せないよ。どうやら君は捨て物を1匹しか持ってないのね。じゃあ残念だけど、ここは通すわけにはいかないな。うひー、最後になんか、ん？何これ？君、捨て物が欲しいのかい？お？誰？これはちょうどいい。まあなんだ、とりあえず家に来てくれ。ん？どうも、はじめまして。僕の名前は、大石。いや、つい先日のことなんだけどね。突然僕の知り合いが大量の捨て物カプセルを送りつけてきたんだよ。どうもすごく珍しい捨て物ばかりだって言うんだけど、さすがにこんなたくさんの捨て物の世話はできないってことで、誰か引き取ってくれる人はいないかって探してたところなんだよ。これからその中の捨て物を一匹あげようと思うんだけど、その前に僕のために聞いてくれ、まあ、聞いてあげましょう、もらえるなら。ありがとう、その頼みなんだけど、僕ゲームを作ってるん、はい、全然いいですよ、はいはい、もちろんもちろん、ゲームやるならもう全然好きなので、はい、OK です。おでん、そうだ、昆布の復讐。もうバグってんじゃん、もう川でこれ、村長みたいな人が、長老みたいな人がもう回転してること時点でおかしいからね、これ。バグってんすよ、こバグ修正必要ですよ。俺の名前はランディ。世界最強の剣、デラックスソードの使い手だ。今日は俺のペットをいじめた憎き魔王を倒すため、旅に出ることにした。む。はっ。これは早いっすね、なんか。もう、なんかすぐ着いちゃうんだね。こっからが本当のストーリーみたいな。マジこの村長がマジくるくる書いてるんですよ。めっちゃ気になるけど、まあやっていきましょう。む、魔王の城に着いたようだ。長いようで短い旅だった。すごい短かったです。はい。ついに決戦の時。お、そうだね。え？めっちゃイケボなんだけど、牛。めっちゃ牛イケボなんだけど、うれ、むっしょむっせい、うれ、ザクガザクガ、楽しい。あれ、これ意外に楽しいぞ。待って。この感じ、すごい、
すごい爽快。おれおれその程度か。おもおえよく聞いたな。デラックス神剣の使い手勇者ランディよ。てかめっちゃ部屋が綺麗。めっちゃ清潔感あるんだけど。魔王さんの部屋。今日こそお前をミンチにしてやる。覚悟しろく。あれランディの方が魔王に向いてるような気がする。やれるもんならやってみやがれってんでいい。あれ昔すごいなんか昔チックだ。だがその前に私のしもべと戦ってもらうぞ。イデオデラックスドラゴン。出現のガオー。えいわ。もうね、もうなんか最初からすごいクソゲー集が漂って、これクソゲー、うん、これクソゲーだわ、ここら辺。めっちゃクソゲー、このゲーム。大石さん、これクソゲーですよ。えい。わ。あ、はい。勝った。勝ったんだ。この俺が、あの魔王に。あ、いや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 。笑いが止まんねえぜ。ひょー。エンド。これもう完璧だね。クソゲーですね。クソゲーだったらナンバーワンだと思いますよ。クソゲーオブザイヤーです。はい。その顔は、喜びに満ち溢れたような、その顔だ。うん、僕は子供の頃、そういう顔が見たかったんだ。ありがとう。君のおかげで、このゲームを、千万本売り上げ、多分売られないだろうな。なんかすごいクソゲーっていう噂で、なんかマイナーな人たちが買っていくんだろうな。さあ、約束だ。この中から好きな捨て物を一匹選んでくれ。これは迷うな。めっちゃタマリー可愛い。でもね、俺的にね、ハコットがね、好みなのね。でも、なんか、ボヤボーってさ、なんか炎だから強そうなイメージ。これは、すっごいもう、迷いますね、これ。わかりました。じゃあもう俺の好みでね、こいつ君に決めた。ハコット。こいつ使いやすいぞ。なるほど。ありがとうございます。ハコット、まあ、ピカッていうより以外は、同じデフォルトの名前でいきましょう。はい。じゃあ、ハコットよろしく。よし。あ、戻ってますね。体力も回復されてて、親切。こいつ8か。電気か！あー、いいじゃないですか、電気。よいしょ。良い飲み薬。他ないかな。なんかないかな。ないっすね、なんか。この子は。あ、敵か！塾で習得したこの技、必殺技で貴様をぶっつ。最近の子は、あれこれ見たことない。最近の子は教育がもうすごいなってない。あ、なにこれ。2対 1？ これもうかわいそうなんだけど。めっちゃ大人げないじゃん、これ。めっちゃ大人げないんだけど、技何これ。落雷？落雷？うわっ！うわっ！え？え？ハコットめっちゃ強いんだけど。ハコット選んでよかったやん。落雷とか強すぎ。